東武5000系電車は、かつて東武鉄道に在籍した通勤系電車。1979年から1986年にかけて登場した7800系の車体更新車である。本系列は東武鉄道のみならず、首都圏の大手私鉄における最後の旅客用吊り掛け駆動車両であった。32系、54系及び53系の3000。 系列への更新は1975年5月をもって完了し、次なる更新対象は7300系及び78系とされた。当時78系列で最も高経年であった7800系グループで、車齢22年を経過しており、車体の老朽化も去ることながら8000系などと比較すると接客設備等が著しく見劣りすることが問題視されていた。 しかし、計画そのものは53系更新完了直後に立案されていたものの、78系更新をめぐっては、代替申請案と、社体更新案で意見がまとまらず、更新そのものが時期尚早であるとの主張もあって、なかなか具体化することはなかった。結局1978年に至り、老朽化した社体の更新に主眼を置く、すなわち主要機器を流用して、 車体を申請する形で更新が実施されることが決定し、78系162両が本系列へ更新されることとなった。本系列は、当初比例防車として落成した初期グループ5000系と、当初より冷房装置を搭載して落成した2.4両編成の5050 50系、六両固定編成の最終増備グループ五千七十系の三系列からなり、これらを総称して、 5000系として扱われることがある。20メートル給料ビラ機4扉の全構成車体で、外観上は8000系とほぼ同一であり、相違点は、屋根上の主電動機冷却用通風機の有無と台車を、はじめとする床下機器の際、及び電動車の客室床部分に設置されている種、電動機点圏外の存在程度である。なお、5050 50系以降は、床構造が、 キーストンプレート化されたほか5157編成より行き先、種別表示膜が自動化され、同時に側面行き先、種別表示膜が新設された。車内アコモデーションも8000系に準じているが、5070系5178編成以降では、車内のカラースキーム及び天井冷風吹き出し口の形状等各種部品が、 当時の最新 A 通勤車1万系に準じたものに変更された。5050 50系の4両編成、5070系においては、8000系修繕工事車同様に、ま引き戸の増設も行われたが、全編成には施行されなかった。初期落成グループである5000系では、そのほとんどを種車からそのまま流用している。ただし、電動発電機は8000系の冷房改造で、 発生したものを搭載し、低圧電源が交流化されたほか、主制御器に高速度減流遮断機が追加された。また、制動装置発射車同様アマ RE、電磁自動空気ブレーキ及び、車体操作式、ブレーキシリンダーと中鉄製リ輪後の組み合わせであった。5050系50以降では、以下の通り搭載機器の改良、見直しが行われている。 さらに 5070K では6両編成化に伴って、電動空気圧縮機が、流用品の D-3FR から、大容量の HB-2000CA に変更された。主電動機は、種ネ社同様に、日立製作所製 HS-269, もしくは、東洋電気製造製 TDK-544 を搭載する。 これらは外形こそ異なるものの特性は同一であり、一台車に異なる主電動機が混在することも珍しくなかった。主制魚機は5000系と5050 50系は、日立製 MMCH-10 を搭載し、5050 50系に搭載されたものは前日のように弱めかい、直動方式に改良が加えられている。5070系のみは78系、高気楽成車グループが搭載した。 東洋製 ES-567A を流用しており、こちらも 5050K に搭載された主制御機同様の改良が加えられた。いずれも自動加速式電動カム軸制御機で軌道1段、直列8段、並列8段弱め替え、G1 段の計1 8段の磁気並列抵,抵抗制御を行う。住友金属工業製 FS10、日立製 K1-20、20 日本車両製造製 N ベル -1 以上3種類の台車を装備する。いずれも一体中高製の軸バネ式台車であり、細部には相違点があるものの、基本設計は同一である。5000系では何らでを加えられることなくそのまま流用されたが、5050 50系以降では前述改良に伴ってブレーキシリンダーを台車側に移設したことに加え、軸受け部分を 通常型のローラーベアリングから密封式ベアリング化する改造が施行された。1979年5月から同年8月にかけて4両編成、2両編成各2本の計12両が登場した。更新施行は西新井工場内にある津波車両で行われた。4両編成は浅草法から順にも波5100系砂波5200。 形もは5300系区派5400系、2両編成はもは5500系区派5600系の順にそれぞれ編成されており、4両編成の編成形態は、種ネである78系のそれを踏襲したものであるが、2両編成、4両編成ともに78系とは編成の向きが逆となり、8000と新性能者各系列と同一の向きとされた。 MG は区ハ5400系、区ハ5600型に1機、CP は4両編成では、サッハ5200系及び区ハ5400型に1機ずつ分散して搭載し、2両編成では区ハ5600型に1機搭載した。前述のように、車体外観及び車内設備は8000系と同一であり、運転席もマスコンブレーキ弁を除き共通のレイアウトである。 本系列はいずれも、比例防車として落成しており、ベンチレーターとパンタグラフは8000系の、冷房化改造に伴い余剰となったものが、流用された。なお、パンタグラフは、各電動車の連結面寄りに一気搭載されている。前面方向膜上のおでこ上辺が平面となっており、3000系とともにツハ車両製の車体の特徴となっている。竣工当初は伊勢崎、 日光線系統と東上線系統に分散配置されたが、5050 50系が登場すると、本系列はそれらとの並結が不可能であったことから、後に全車東上線系統へ集約され、主に6から8連で、朝ラッシュ時などの限定運用についていた。宇都宮線で運用される5050 50系1980年12月から、登場した78系車体更新車の第二陣である。 更新試行は全社アルナ後期で行われ、1984年3月までに4両編成と2両、編成各12本の計72両が製造された。本系列から78系更新車にも冷房装置が搭載されることとなり、また4両編成の編成形態も5000系では、MTMT と電動車と付随車が交互に連結されていたものを、 本系列では8000系と同様 TMMT と電動車を編成中間に集約した。よって4両編成は区波5150系五は5250系もは5350系五千5450型と編成形態が変更されている。2両編成は五は5550系五千5650系の順に編成され、こちらは5000系と同様である。 冷房装置は8000系と同一のプー3002を一両あたり4機搭載し、それに伴いパンタグラフも下枠交差系の PT-4801 に変更され、モハ5250型に2機集約して搭載し、モハ5550型は連結面寄りに1機搭載した。なお、モハ5350型は隣接する、モハ5250型より、 河線電圧を給電される形が取られている。補給の配置は、MG については5000系と、同様、区ハ5450系及び区ハ5650型に搭載するが、4両編成の CP については区ハ5150型に2機集中搭載するよう変更された。また、同時期に落成した8000系81103編成の仕様を導入する形で、 本系列から客用扉窓の固定指示方式が H ゴムから金属枠固定に変更され、車内外の見つけに変化が生じたほか、前日のように5157編成より行き先、種別表示膜が自動化され、同時に側面行き先、種別表示膜が新設されている。なお、本系列から空気制度が HSC 化されたことにより、 8000系との連結総括制御も可能とされたものの、性能差が大きいことから、通常運用で両者が根結されることはなかった。ただし、ダイヤの大幅な乱れからやむなく根結された事例が、わずかに存在する。春工当初は、伊勢崎線と東上線に分散配置されたが、1983年頃からは、冷房化率向上目的で、野田線にも配属された。 野田線運用祭末期の5070系1984年6月より5050 50系の6両固定編成版として登場した。更新のペースアップを図るため、本系列ではアルナ後機のほか富士中工業と津波車両の2社でも製造が行われた。1986年3月までに6両編成13本系78両が登場し、 本系列の増備終了をもって、七十八系全車の更新が完了した。本系列は、クハ五千百七十系、モハ五千二百七十系、モハ五千三百七十系、サハ五千四百七十系、モハ五千五百七十系、クハ五千六百七十系。の順に編成され、モハ五千二百七十型にはパンタグラフが二機。 もは5570型にはパンタグラフが1機それぞれ搭載されている。基本仕様は5050系50に準じているが、後部標識灯が LED 化され、車内非常通報装置とその側面表示灯を新設し、全面助手席側の窓に手動ワイパーが追加された点が異なる。また、CP は六両編成化に伴い、大容量の HB-2000CA を、 申請し、両戦闘車に各一機ずつ搭載している。MG は、左派5470がたに1 4 9区のものを、区派5670がたに75区のものを、それぞれ搭載した。1985年7月に竣工した5178編成以降は、当時最新鋭の1万系と同等の車内アコモデーションとなり、車内のイメージアップが図られたほか、 側面公平表示灯が LED 化された。また、5181編成以降は、当初から現行の通勤者塗装で巡工しており、構成車体の通勤系車両で、政治クリーム一色に塗装されていた経歴のない、唯一の例となった。本系列はその大半が巡工後の打線に直接配置されているが、 5175から5177編成のみは竣行後、伊勢崎、日光線系統に配置され、浅草口に乗り入れていた経歴を持つ。その後、1991年までに全編成が野田線に集約された。なお、本系列は東上線系統には配置されたことはない。比例棒、自動ブレーキ仕様で竣行した5000系は50 50、5050。 軽と並結不可能であるばかりか、ジャンパ線の使用の相違から未更新の78、軽との並結も不可能であったことから5000系のみの限定運用を組まざるを得ず、全12両の少数派であることも手伝って、非常に扱いにくい存在と化していた。その後、1984年1月に発生、軽前者の冷房改造が完了し、西新井工場のラインに余裕が生じたため、 同年4月より5101編成を皮切りに5000系の冷房改造が開始された。改造内容は以下の通りである。1985年3月の5500に編成を最後に完了し、これら改造の結果、5050 50系との並結が可能となって限定運用の制約が解消された。後年の土地地区への転属に伴い、寒冷な日光線、 絹川線における登記運用を考慮し、千五5556から5560の5両を対象に、下取り用パンタグラフを増設する改造が施行された。既存のものと同一の PT-4801 を運転台寄りに増設したもので、同様に下取り用パンタグラフを搭載する3070系と同じく、終電可能な仕様であった。また、同線区には、 勾配区間も存在することから、抑圧ブレーキ及び砂巻き装置も合わせて新設されている。5050 50系5151から5156、編成及び5551から5560、編成は当初側面行き先、種別表示幕を設置していなかったが、後年前編成に整備されている。また、5000系は客用扉窓が、 H ゴム固定方式であったが、8000系車体修繕車と同様に、アルミ枠固定支持方式に変更された。扉そのものは交換されていないため、5050 50系以降の扉窓とは、形態が異なり、5000系を特徴づける部分となっていた。また、5050 50系と5070系の一部には、8000系同様に、つま貫通扉の増設が行われた。登場時は、 伊勢崎線浅草口や東上線池袋口に入線する本線運用にも数多く充当され、東上線では本系列の重量編成運用も存在した。しかし、8000系をはじめとした他のカルダン駆動車両と比較すると、本系列は軌動加速度や高速走行性能など、走行性能面で見劣りしたことから、年々高速化する。 ダイヤ編成上のネックとなった。その後は1万系列の増備に伴って、本系列は本線系における運用から離脱し、1991年1月以降、全車が野田線へ集中配置された。前述冷房改造後は一旦本線系統へ配属された後、間もなく森林公園研修区に転属し、東上線小川町より遺憾を呼び、 小ごせ運用に転用され、1990年には、野田線系統を担当する七光大研修区へ転属した。さらに、野田線への8000系転入に伴い、5101、編成を除く、全編成が、縦林研修区に転属し、群馬地区のローカル運用へ転用された。しかし、走行機器の老朽化から5501.5502、 編成が1997年3月以降急車となり、立林駅構内に留置された。1999年3月限りで、野田線における運用より離脱した5101、編成も立林駅に改装された後急車となり、稼働編成は5102編成のみとなったが、同編成も2001年3月限りで急車となって、本系列は、全編成が運用を離脱した。 廃車は2001年5月の5101編成から開始され2003年10月の5102編成を最後に全車廃車となり形式消滅した。なお、5501.5502編成については地方施設への譲渡が予定されていたものの実現せずに終わった。1991年1月以降、全車が野田線に配置された。 その後1995年頃より8000系の野田線への転属が進められ、余剰となった本系列は、前日5101編成と6両編成を組んでいた5551編成を除く前者が1996年までに、栃木地区及び群馬地区のローカル支線区に転属し、3050.3070系を置き換えるという玉突き転範囲が行われた。 そのうち、新栃木研修区に転属した2両編成5本は、前述のように下取り用パンタグラフ増設、抑圧ブレーキ及び砂巻き装置の新設といった改造が施行されている。前述5101編成と6両編成を組んでいた5551編成が1999年3月以降級車となった他は、前編成が稼働状態にあったが、 走行機器の老朽化や部品調達が困難になりつつあったことから、群馬地区では8000系や1800系格下げ車の投入、栃木地区では6050系のローカル運用転用によって置き換えが開始され、2001年3月限りで5152.5159編成、5556から5560編成が運用を離脱。 2003年7月に5556から5558編成が廃車となり順次淘汰が進められた。2006年3月18日のダイヤ改正以降、群馬地区ローカル各線においてワンマン運転が開始され、同地区における本系列の定期運用は消滅した。また、同年6月には5561編成が廃車となり、 本系列の二両編成は全敗となった。さらに12月16日には、新栃木出張所所属の5162編成を使用したさよなら運転が、日光線新栃木東部日光間にて実施され、12月31日をもって定期運用から完全に離脱した。2007年6月29日に、 立林駅構内で旧車留置中であった5161編成が北立林にあつ会所に廃車改装され、除籍、廃車された。これにより、本系列のみならず5000系列は全廃となり、同時に東武鉄道は関東地区の大手私鉄としては、最も遅く在籍車両の申請の丘率100%を達成した。 5070系左右なら運転の様子前述のように、後年5000系及び5050 50系の大半が、野田線から栃木地区、群馬地区のローカル支線区に転属したが、本系列は6両固定編成であることから、支線区転用が不可能であり、全編成が野田線に残留し8000系と共に運用された。 1999年3月のダイヤ改正時に5171から5173編成が運用を離脱し、立林駅構内へ改装された後旧車となり、2001年4月17日付で5173編成が除籍され、5000系列発の廃車となった。同編成は、内装部品の一部を1800系の通勤車、転用改造に際して供出したほか、 主要機器の一部を予備部品として確保した上で解体処分された。ついで同年5月には5172編成が廃車となったが、同編成は乗務員室扉及び客用扉を8000系8154編成の事故、復旧工事に際して供出している。2002年9月以降は、本線に3万系を申請配置して8000系を野田線に転属させる。 浜月転廃による淘汰が進められた。この結果同月26日付で火災事故により旧車となっていた5174編成を皮切りに2003年3月までに5175から5179.5183編成が順次廃車となった。2004年10月19日のダイヤ改正より野田線は 東岩月かすかべ間の伏線化完成に伴うスピードアップに際してすべての運用を8000系で統一することになり残存していた5180から5182編成についても同月18日限りで運用を離脱5182編成が同月16日17日に大宮柏七光大間でさよなら運転を行った後 同月26日付で除籍され、本系列は形式消滅した。四線区に転用できず、かといって野田線に長く使用することもできなかったために、20年、経たずで廃車になってしまった編成も多かった。本系列は、廃車ごその大半が解体処分されたが、5070系5183編成の両先頭車のみは、解体を免れて民間に譲渡され、 高崎市内の店舗として再利用されている。標中は種車を示す。東部5050 50系電車に関するカテゴリー、東部5070系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。